小学校5年生ですね突然ですね、えー、うちのクラスに転校生がやってきましたこれ出川君というちょっとこうぽちゃっとした背の大きいなんか天然パーマーのですねえ鉛のある男の子でどこから来たんだ八戸から来たんだああ八戸八海青森だったっけその青森知っ,知ってる知ってる知ってるって 八の兵、知ってんのけとか、俺は知ってる知ってる。うんじゃあ、お前の兵って知ってるけっていう。全、うん、面白くない。何こいつっていう。<laughs> そういうところからのスタートでしたね。で、まあ、まあ別に、まあ、そこそこ勉強もできる子だったし、明るいし、うん。で、すぐみんなとも仲良くなりまして、うちにもよく遊びに来るようになったんですね。 で正月過ぎまして、えー、確か2日、3日ぐらいのことだったと思うんです。その彼から電話がありまして、あけましておめでとうございますと、あ、おめでとう、おめでとうって言って,っ,って、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、待って電話だよってうちのじいちゃんに代わってくれまして。で、うあいって出たら、あ、俺、俺、あのー、出川だけど、おお、おめでとう、おめでとうと、あ、おめでとうって、あの、あれ来てたよ。 ってね、なんかあの年賀状が来てたよ。おそうだね、年賀状来て、俺も、俺のも届いたし、どんどん届いた、届い,いた。遊びっていいって言うんですよ。だから、ああ、どうかな、ちょっと正月、うん、でもいいんじゃないか、いいよ、遊びおいでよ。それで、呼びました。<laughs> で、うちへ遊びに来て、なんか、あのわけのわからんカードを持ってきたんですね。で わかんないわかんない。何,何それこれ、これ、これふにして、こういうふにして遊ぶんだよって。こうで、こうでさ、ほら、こうでしょ、こうでしょって一緒に今説明するんですけど、おそらく今で言うところのトレーニングカードだったんじゃないかと俺は思うんですけど、全然ちょっと面白くもないし、興味もないしですね。もう覚えてもないような感じの内容で、うんなんか別なことをやろうよって言って、なんか、えー、 いやなんか他のことをやったような気がしますね。そうしてるうちに、ねえ、ちょっと聞いていいを言い出したんです。で、どうしたって言ったら。雪がすごく降ってるでしょおお、もう降ってるの。どうした雪が。 お前だって青森だって青森だって降るだろう。うん、うん。雪が降った日に、雪こが来るかいって聞くんです。だから、何それ雪こっつったうん。朝になると雪こが来てるかいって聞いてくるから。信な、 なんだよ、それ。こう言ったら、ああ、知らねいんだな。知らない、知らない。何、雪んこってなんだよ。俺のとこじゃ来るんだ、って言うんです。で、雪んこって、うん、え、待てよ、雪んこ雪んこってなんかお化け、妖怪なんかそ,そういう話いや、なんだかわかんねえんだけども、あのー、朝になるとな、 足跡がついてるんだ外に玄関の前に足跡がついてるんだへえー、足跡どんな足跡なのうん小さなこう二の字二の字でこうギタの跡がついてあるんだへえー、下駄の跡雪の上に、うん なんかうちのばあちゃんが防寒の下駄入ってたまに歩くとなんかこう、お二の字二の字の、なんかそんなのがつくよねって、鍋べおお、げついてやんだ。ずっと向こうの方まで。えー、そ,それは誰が歩いて違う、違うんだ。うちの玄関の周りにだけ、そこからちょこ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 っと、その向こうの方へちょこちょこちょこっと進んでいくんだけども、そこから先なくなるんだよ。 あが。ええー、あ、そうか。それおかしいね。どこか,から来たんだったら向こうから来た足跡と帰って行った足跡があるはずだもんな。なべ、ねえんだわ、それが。うちの前のところとちょっと、ちょこっとこう行ったぐらいのところでポンとねぐなるんだわ。あが、こええー、面白いね。姿は見たことないの。姿は見たことねえんだけども、声は聞いたことある。 声え、ど、ど、どういうおち小さなバラスこの声でな、女の子の声で、なんか、歌を歌ってはんだ。おな何の歌だかわからん人気のも、なんだか、鼻歌で、ふん,ふん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 って歌ってはんだ。で、うちのばあさんになんか、 ラきてるなって言ったら、おお、外見んでねえよって言われたんだ。外見たらダメだめだぞって言われたええー、な、な、なしてだめなんだかって、こう聞いたら。うん、取りつかれてしまうぞ。うん、ガタ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 寒気さきて。で、朝になって冷たくなって死んでまうぞって。おお、そら嫌だなと思って見,見なかったんだけどもでも。 無駄が聞こえるんだ。へえー。え、でも、取り憑かれて死ぬとか、怖いねえって、鍋。うん。そうか、北海道ではそういったことはねえのか。聞いたことないね。と言ってた。それで、うん、その日夕方まで遊んで、お、そだまそろそろか帰るかなって、帰ってってんじゃねえと、バイバイ。うん、だばなって、帰ってって。 で、うちのじいちゃんとばあちゃんにそんな話してやったら、うちのばあちゃんが新潟の人だから。うんー、なんかどっかで聞いたことあるような気がするねって、うちのばあちゃんが言ってましたね。そんな、うーん、雪荒らし、雪荒らしって言わなかったろうか、ってこう言うんですね。だからなんかそんな、うん、歌声が聞こえるんだけども、外を見ちゃダメだって、なんかそう言われたら、 私のちっちゃい時にもうちのばあちゃんにそんなこと言われたようなおえがあるわってこう言ってたで、俺が生まれ育ったところって、まあ特に当時住んでたところっていうのは本当に北海道の中でももう長がつことの豪雪地帯で、空地群、稲見沢というね、えー、もちろん死力でも、稲見沢は死なんですけど、だけど、もう本当にこう、ものすごい雪の降るところでですね、 一番最初のおそらく北海道なんかだと、こう、そういう市街地としては一番最初の人気がつくところじゃないかなと思いますね。うん、それでもう朝になると、まあ、この間もちょっとね、ここでも話しましたけど、朝になるともうどっかり降ってて、それをまず行日かてから学校行くっていうのがもう大体習わしだったんで。うん。まあ、冬休み入ってますからね。北海道冬休み長いので、1ヶ月以上あるので。それで、うんまあ、正月が過ぎて、 少しした頃、えー、その、まあ、出川の話がありましたよね。で、出川帰ってって、その晩だったと思うんです。その晩、うちの家の中から見るとですね、えー、玄関の横にあるこう出窓がありまして、そこのところにいつもじいちゃんが座ってるこう長い子が置いてあったんです。いつもそこじいちゃんそこへ座って着せる、ふかしたり、なんだりしてたんだけども、その後ろにはこう窓があるんだけども、北海道はこう二重ガラスだったんですよ。それで 外側のガラスが、まずこうに、ガラスがこう、二重でこう、あるんですね。で、その間、出窓ですから、このぐらいのこう、子供が一人こう、そこでポンと乗っかれるぐらいのこう幅があります。こう、板があっております。ずっと。昔の出窓ですからね。今、最近風最近の出窓じゃない。昔風の出窓なので。それで、そのこっち側には、すりガラスが入ってます。こう。それはもうサッシでもなんでもない、本当に木枠の。 キシ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 ッと音がするようなね、スリガラスが入ってます。その前には、うちの前っていうのは、えー、前にも言った通り、広くこう、ちょっとこう土地がありまして、その向こう側に一本砂利道、車が一台通れる上に砂利道が、こう、生活道路がです、これあります。そこに一本ね、こっちに向いて、裸電球の街灯が立ってる。その街灯に照らされると、 まるでそのレンズ効果っていうのかなあれね、その陰影効果で、雪が降ってる時にはね、そのすりガラスに、バーって雪のこう降ってる形がこう見えるんです。その街灯に照らされて。それで、その日も、もう夜遅くなってて、そろそろ、おそろそろ寝るか。なって、うちの神社がそう言った時に、うん、うん、なんとなく眠たくなってきた。 ちょいっとじいちゃんの後ろ見てみたら、これこう、ぼたびきが、もうぼたぼた、うわまたぐらい明日の朝、大変だ、じいちゃんすごい雪降ってるわて、と、うん、おお本ほんとだな、寝る前にちょっと書いとくか、って、じいちゃんが言ったので、いや、今、今からって言ったら、ああ、いい、よい、もう寝なさい、寝なさい、じいちゃんやっとくからいい、まあちょっとこう、書くだけだから、でないとそうすれば明日の朝、なんぼか楽だね、言って、じいちゃんが、 こうババッとやっけやっけを、熱いやっけですね、もう来てですね、ケートの帽子かぶって、外へ出ていこうとしたので、じいちゃんの手伝いを俺もと、いや、いいからいいから寝なさい、寝なさい、もういいからいいから寒いから,いからって言って、外の玄関の、まあ、玄関、田舎の家ですから、玄関広いですからね。で、その外側のサッシの引き戸を、かららーに、この音、からら上げた。するとじいちゃんが、おおって言う。で、 のじいちゃんあれなんだめなこれさっきから雪周りから見るとずいぶんさっきから降ってたようだけども今の今踏みしめた跡はあるなってでえ誰か来たんだべかっていや消しづくれバん、ばバさんって呼ばれるんですで何しののじいちゃんちょっと見てみねこれこう言ってでばあちゃんが 下ーつっかけて、何したの何を見に行く。さあそこにね、こんな幅の狭い、ね、普通大人の人の、いくら女の人でも、大人の人だったら、下ーの幅、このぐらいあります。こんなに幅の狭い、二の字が、ちょこ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 ち,ち,ち,ちょっと聞いてたな。ああ、俺も見たね。あれ不思議だったね。うーん。あ、本当にだからその雪に行こってのが、ねえ、いたん。 だろうかっていうのも、出川についてたんじゃねえのかと思うんだけど、<laughs> やつがうちへ置いてったんじゃねえのかって思うんだけど、別に歌声は聞こえなかったしね、ただ、本当に、本当に今踏んだような下駄の跡でしたですね、うん。そんなことがありました。